新人職員のためのビジネスマナー講座、始末書編。教科タス65タス X。81地域ブロック新人職員のためのビジネスマナー講座。始末書編。財団という特殊な研究環境下であっても、人との関わりが存在する職場である以上、最低限のビジネスマナーは必要です。本校では始末書の書き方と書式、フォーマット、良い例文と悪い例文の双方を添えてご紹介します。一始末書とは、財団と一般社会で用いられる始末書の概念に大きな違いはありませんが、財団では始末書は顛末書、詫び状と区別なく扱われ、職務上にミスや不始末が生じた際に、問題やトラブルの一部始終、原因、被害を報告し、同時に関係各位に対する反省や謝罪の意を表す文書を指します。二始末書の書き方。始末書には以下の点を端的かつ簡潔に記しましょう。1不始末の内容。2不始末の原因。3お詫び、反省の言葉。4寛大な措置を願う弁。以下の例文、ひな形を参考にしましょう。不始末の内容について参考度の高い画像、映像、音声記録があるのならば、始末書と一緒にして提出しても構いません。三始末書の良い例。神山博士殺害について。月、日、私は通りすがりに神山博士を殺害するという事件を起こし、同志のご兄弟様に不快な思いをさせました。私の過ぎた好奇心と苛烈な態度から生じた不始末であり、立場と身分をわきまえなかったことを深く反省しております。同志と同志の遺族の皆様、財団に対して、心からお詫び申し上げます。今後は事故をもう一度見つめ直し、自らの行いに細心の注意を払う所存でございます。この度に限り、何卒寛大にご措置くださるようお願い申し上げ、ここに始末書を提出いたします。前原博士。スキップに対する失礼な態度について、私は、月日、SCP-14JP-J のインタビューに際し不用意な発言をして、SCP-14JP-J に激しい苦痛を与えました。この不始末は、意識を欠いた私の無責任な心得違いによるものです。SCP-14JP-J 並びに財団に対して、心からお詫び申し上げます。一週間のサイト、8141玄関掃除、及び罰則規定に従い、ご容赦くださいますようお願い申し上げ、本始末書を提出します。エージェント、金蛇。慰安旅行での事故多発について、第1回慰安旅行において、私の幹事としての務めが不足していたため、原因不明の突発的な事故や混乱を招くに至りました。財団及び関係各位に対して心からお詫び申し上げます。このような事態を二度と起こさないことをお誓いいたしますので、寛大なご措置を賜りますよう伏してお願い申し上げます。今度研究員。酒乱行為について、年月日、削除済み、した際に、私は酒量を過ごし、不適切な行動をして、削除済み。この不始末は、仕事の場である意識を欠き、適量を超えて飲酒をするという、財団職員としての自覚と責任に欠けるはずべき態度であると、深く反省しております。今後は、二度とこのような過ちを繰り返さないよう、時と場所をわきまえた細心の注意とともに応対していく所存ですので、寛大なご措置を賜りますようお願い申し上げます。エージェント、あつき。4始末書の悪い例。サイト、81、での気候について、12時頃にホッピングに乗りながら5人ぐらいの花を洗った。すまん。天王寺博士。ずさんすぎます。サイップの無断使用について、アムアイ面白いイエット天王寺博士。始末書として成立していません。重要書類紛失について、私はこの度、一部にレベル3の機密を含む重要書類を紛失するという重大な、判読不可。これは、判読不可。現時点では具体的な被害が発生していないとはいえ、次第によっては、判読不可。財団、関係各位に対し、本状をもちましてお詫び申し上げます。エメラルドマウンテン針山博士。解読解読班 B。字が汚すぎます。J
女性職員へのセクハラ行為について、この度、私は女性職員の髪を茹でました。合意だったとはいえ、職場の風紀を乱す行為であったと反省しています。好きだよ、今度お尻触るね。寮の博士。始末書はラブレターではありません。サイト、81、の渡り廊下を芋畑にした行為について、こんなことでいちいち始末書を書いてたら、私は一体全体どれだけの始末書を書くことになるんだ。いい加減にしたまえ。あとう博士。始末書は愚痴日記でもありません。身の程をわきまえましょう。職員に対する粛清行為について、禁句粛清のルールを破ったことについては謝罪しましょう。すいませんでした。ですが、私は、前世でどんな悪いことをしたらそんなことになるんだ、と悪意込みで尋ねてきたあの職員の方に非があると確信しています。なので、私に始末書の提出を求めることは不当であり、真にそれを行うべきなのは粛清の対象である、研究員だと本性を用いて強く主張します。長屋博士。始末書は主張文でもありません。始末書の提出を求められたわけを自身の胸に聞いてみるといいでしょう。自作兵器の無許可運用試験、暴発事故について、200年08月25日、兵所戦闘訓練施設、相良コンバットパーク A エリア、において、私は無許可で雷極光陣の詠唱練習を実施し、自身のマナを暴走させ、施設内の公衆便所と自販機1台を炎上させました。自身のヒット、ウィザードとしての未熟さが原因であると理解しています。この度の不始末に関しまして深く反省しています。寛大なご措置のほどお願い申し上げます。石膏班 C、無計画、4号。書式は正しいですが、内容がおかしいです。自作兵器の無許可運用試験について、200年06月7日、兵所戦闘訓練施設、相良コンバットパーク A エリア、において、自身のマナを抑えきれず無許可で高速点翼章を実施しました。次第によっては封印されし混沌の扉が開きかねない不始末であり、財団及び魔法界隈並びに関係各位に対し、心からお詫び申し上げます。何卒寛大なるご措置をいただきたく、本状を提出し、お願い申し上げます。石膏班 C、無計画、4号、同様です。さらに言えば前回の似たような不祥事から2週間も経っていません。大和博士殺害について、2000年11月12日、私はサイト、8181の休憩室にて、大和博士を不快に感じたという理由で同志を故意に殺害してしまいました。人としてあってはならない行為であると自覚しております。解雇、D クラスへの移動といったどのような重罰も受け入れ、本始末書をもちまして深くお詫び申し上げる次第です。研究員、新人職員、このような日常茶飯事の案件に始末書は不要です。軽度収容違反について、この度、私は、ガツニチ、SCP-132JP 格納エリアに、文字が記載された紙媒体を持ち込むという特別収容プロトコルに違反す、し、軽度収容違反を言う、に至り、ました。言う、され、な生じであり、財団な、美に、係各位に対し、心から深くお詫び、とともに深く省けゆます。ゆ、あ、ま、徹底、るところ。ゆゆゆゆゆ。ご飯。ゆゆゆゆ。ゆゆゆ、美味しい。エージェント、ゆゆゆ。始末書を書くことよりも、不祥事を解決することを優先しましょう。分析、サイト、8181人材開発部門。シット、8181ヒューマンレサーセデベロプメントデパートメント、サイト8181。人材開発部門会議室にて、人材開発部門長始末書の例を記載しろとは言ったが、誰が本物の始末書を使えと言ったんだよ。企画員しかし部門長、実例に勝る例はありません。人材開発部門長殺害だとか事故だとか、こんなんパンフレットに載せられるか、せっかく飲み込みある新人職員がおじけづいちまうだろ。企画員この程度でおじけづく新人職員に見込みがあるとおっしゃるのですか？
人材開発部門長これでおじけづかないのは感性がいかれたやつだけだ。この原稿は不採用だ。書き直せ。